はい、ということで今回は鹿児島県指宿市にございます薩摩の国一宮平利き神社さんに来ております。ということで早朝の参拝ですが、とっても美しい神社でございます。ご祭神はね、大昼目の無知、すなわち天照大御神、そして天照大御神と佐能の御子との受け入れ生まれました、五男三女の神々でございます。ただね、明治維新の頃あたりまでは国徳立の御事や猿田彦の神、こちらもね御祭神として祀られているという記録がある神社でございます。はい、ということでこの平利き神社さん、私はね今まで2回かな参拝に上がっているんですが、とっても境内も綺麗です。今見ても分かる通りね、あの葉っぱ一つ落ちてませんね。まあ葉っぱはねどうしてもタイミングで落ちてくるものですが、少なくともね私が参拝に上がった時は2回ともね、働かれておる皆様が一斉にもう5人も6人ももっとかな、掃除をしておりました。はい、ということでとってもね、あの神社境内も非常にいつも綺麗に保たれている神社でございます。ということでまずはお清めいただければと思います。はい、ということで、先ほど申しましたが、こちらのね神社さんは本当にいつも、私が本当いつ行ってもそれこそ朝早く行った時もそうですけど、一度目の参拝は結構逆に遅い時間だったと思うんですけどね、その時も掃除をされてました。なのでちょっとね、今まで本当にね一日に何度も掃除してるであろうっていう神社お見かけしたことがないので、とっても本当にね、はい、見ての通りの綺麗な神社でございます。なのでとってもいろいろな意味でもね、すがすがしい気持ちにもさせていただきますし、本当に、気持ちのいい参拝ができるそんな神社でございます。はい、ということで駐車場は最初にね映っておりました、ところの後ろ、道路反対側渡ったところにもございます。はい、ということで今正面に映っておりますのは今拝殿と言っていいかと思います。でこちらのね神社は、こちら先ほど言いました薩摩の国一宮でしたので、島津家ですね、こちらからも非常に強く崇敬されている神社でございまして、今のこの御社殿というのは西暦でいうとね1610年島津義弘公が寄進したもの、これを西暦でいうと1787年、今から236年前ですかね、こちらに、重秀公というこれも島津のお殿様ですが、が改築改修を、ね、したその時代のものでございます。ただ、ま、これはね私が知っている限りで申しますと、この時重秀公が改築改修した時に、ま、それまでのものをただきれいに直しただけではなくて、別にね寄進したものもあるようでございます。ただねちょっと調べてみましてもね、なかなかこう出ては来ないので、はい、一応申し上げずちょっと秘密にしておきます。はい、ちょっとねこれはね私が次回参拝に上がった時に、はい、少なくとも写真とか撮れないかもしれないんですが、少なくともね本当に拝見の栄誉をちょっと授かりたいなということで、はい、ちょっとね神社とお話だけはさせていただいたもの、あるものがあるはずですので、それはね私が実際に参拝上がって本当拝見させていただいた時だけ、またこの次の動画で、お伝えするかもしれません。ごめんなさい、ちょっと思わせぶりで、はい、はい、ということでございまして、これね島津家との関係がねよくわかります。左側にね神馬馬が映っておりますが、このねはい真ん中にあるのが島津の家紋にね想像させるものであると思います。はい、ちなみにこの島津の家紋、ヨーロッパの何ですか、私ブランドもの全
全く興味がないのでよくわからないんですが、あの丸に十字が書かれたなんかブランド物のね、柄の中に書かれているものがあるはずでございます。あれは島津の家紋からね取ったものでございます。後で忘れず調べておいたら下に文字入れておきますね。はい、こちらがね御本殿でございます。ただ御本殿の奥、右奥、いやこの裏の方にもね拙者さん、末者さんはございます。動画の編集上ね、あのこちらだけしか映してませんが、一応私裏参りもしますので、そこで見た神社には参拝しております。はい、はい、ということでね、こちら日焼き神社さん、とっても綺麗でございますし、またね近くにも拙者さん、境外拙者さんもありますんでね、そちらもねお時間ある方はぜひ行っていただければと思います。とっても美しいね湧水、湧き水、こちらにね確かね、あー名前出てこない、何でしたっけ、あのサメサメって言っても、あの大きな怖いサメじゃなくて、あー淡水でね、淡水で飼うサメなんですけど、はい、思い出したら 下にね書いておきます。はい、そんなね神社、私そちらも参拝上がっております。はい、ということでこちらの日焼神社さんね、鹿児島の神社さん、割とあの赤色、なんかねすごく色が濃いのが結構特徴ですが、こちらの日焼神社さんは一般的に想像するこの朱色、この色にね非常に近いお色かなというふうに思いますね。で大体あの他の動画でも1回少なくとも言ってるんですが、大体ねこの朱色に塗られている神社さんは、大体主催神がね女神が多いかと思います。あの女神だから朱色じゃないですよ、朱色だと女神が多いと私の、ね、個人的なあの感想というか気がついたことでございます。厳島神社、宮島のね、あちらも宗像三女神ですし、お稲荷さん、伏見稲荷大社さんね、羽化の御霊の神、こちらもねおじいさんで描かれること多いですが、女神だと言われておりますしね。はい、もし神社参拝した時朱色の神社でしたら、主催神がね女神かどうかちょっと考えてみていただければと思います。はい、ということでもう少ししたらね、あの拝殿、あちらの天井が美しいので、これを見ていただいて、この後、この後にご参拝いただければと思います。はい、このね天井を映しますよ。はい、これね気がつかずにね、参拝だけして帰られてる方がいらっしゃると思うんでね、はい、もったいないなと思いました。ということでそろそろご参拝時間でございます。画面ちょっと動きますが、ご参拝ください。はい、ということでご参拝いただけましたでしょうか。早朝のとっても美しいね薩摩の国一宮ひらきき神社さんでございました。お祭神はね大昼目の鞭、すなわち天照大御神でございました。ということで、次回私がね参拝に上がれるのがいつかまだ分かりませんが、もし先ほど申しましたあるもの、島津の殿様重秀公が寄進したと言われているあるもの、私が拝見できましたら動画内でお伝えするかもしれません。楽しみにしていただければと思います。もしチャンネル登録していない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録お願いします。そして動画、おすすめの動画下に書いてるんでね、そちらもご覧ください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。